西武101系電車伊豆箱根鉄道1300系電、電車伊豆箱根鉄道1300系電車は、伊豆箱根鉄道寸図ズ専用の通勤系電車である。老朽化が進行した1100系の代替目的で、西武鉄道より、新101系を譲り受けたものである。上都に際しては、西武車両において、各種改造を施行した上で入線し、 2008年12月14日より営業運転を開始した。2020年2月現在、3両編成2本が在籍する。上都に際しては、4両編成と2両編成を組み合わせて、クモハ1300系モハ1400系クハ2200型から構成される3両編成を蘇生した。戦闘車前面には配損機が設置された。一方、 転落防止ホロは撤去され、台座のみが残存している。その他車体周りには目立った改造は施行されていない。ため、塗装を除く外観については、比較的原型を保っている。車体塗装は従来車と同様、白地にライオンズブルーと呼ばれる青帯を巻いたものであるが、側面青帯部分については従来車が、太帯と細帯を組み合わせた日本帯であったのに対し、 本系列では、太体一本のみと若干簡略化されたものとなった。また、客用扉は西部在籍当時と同様にステンレス、無塗装とされている。前面は、新101系の特徴である、運転席周りのブラックフェイスを踏襲し、左右窓上には種別表示器及び行き先表示器が、それぞれ設置されている。なお、行き先表示器には、 スンズ先発となる英字表記が追加された。また、3000位第6編成に設置されている側面行き先表示器は、西部在籍当時と同様に設置されていない。運用開始当初、種別表示器は7000系とは異なり種別を表示せず、白字無表示とされていたが、2010年4月1日にワンマン運転が開始されて、以降、種別表示器に、 ワンマン表示を掲出するよう変更された。2016年12月10日から1301編成は新101系の落成当初の塗装を再現したイエローパラダイストレインとして運転されている。2017年からは反射ロビアガー電車、ハロウィン電車などのイベント列車には本編成を優先的に充当している。基本的に 西部在籍当時から変化はなく、主電動機は HS、HS-22436 から03、RB、主制御機は、電動カム軸式 m、MM、m c h t b 2 e と、いずれも日立製作所製のものを搭載する。台車は、電動車が、住友金属工業製、ペデスタル式空気バネ台車 FS372、制御車が、同 FS072 である。 なお、電動空気圧縮機等の補機については、種車が二両編成の制御電動車であったことから、入線に際して、乾燥による、出力増強が行われた。パンタグラフは、東洋電気製造製 PT4320S を中間電動車に2機搭載している。制動装置は発電制動併用電磁直通空気、制動である。その他、譲渡に際して、 ワンマン運転関連の機器が追加され、運転台にワンマンツーマン切り替えスイッチ、都市目放送スイッチが新設されている。また同時に、各車両の各客用ドアには、車両、ドア位置案内プレートが、各車両の車端部には号車番号表記が貼り付けられた。号車表記は、主前寺側から1号車、2号車、3号車となっている。座席配置は、 西部在籍当時同様オールロングシートである。上都に際しては化粧板張り替え等回収が施行され、カラースキームが西部2000系更新車と同様とされたほか、座席間にスタンションポールが新設された。連結面には貫通扉はない。客用扉上部カモイ部分には発光ダイオード式車内案内表示器が千鳥式に設置されている。また、 スインズ線車両では、初採用となる客用扉開閉時に明動するチャイムが設置され、ドアチャイム動作前後には扉開閉アナウンスが流れる仕様となっている。入線後は定期列車の他に臨時列車にも何度か充当されている。統計列を使用した臨時列車は以下の通り、三島市のふるさと納税の謝礼品として本系列を使用した。 操縦体験が実施されている。大場工場の線路約70メートルをに往復するもので、時速5キロメートル以下での運転となる。体験運転終了後に、電車体験操縦終了証、手袋、伊豆箱根鉄道関連グッズがプレゼントされる。なお、このイベントでの動画撮影は禁止となっている。他社の西部新101系の譲渡車、ありがとうございます。